エレンとヒストリアの身代わりとして拉致されたジャンとアルミンを救出し、その場に実行犯たちを拘束すると、リヴァイと合流すべくトロストクへと向かうが、銃声です。ほら、何発も鳴ってますよ。やっぱ何かあったのか。多分あった。兵士長からの伝言はこう、これからは巨人だけじゃなく人と戦うことになる。あ、それって人だと。おい、エレンたちだ。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。やつらは偽の場所まで用意してやる。片っ端から確認していくしかねえようだ。散開しろ。手分けして馬車を探すぞ。深淵だ。馬車を見つけたのかもしれない。いいか、相手が人でもためらうんじゃねえぞ。深淵弾が上がった場所に急がないと、エレンが近くにいるかもしれない。だが邪魔で馬車を探せねえ。ブラリーが援護を頼む。馬車はここからは見えねえ。こいつらはただの石膏らしい。まずいよ、完全に後手に回ってる。僕たちの動きが読まれているのかもしれない。片付いたか。助かったよ、ミカサ。早くエレンが乗った馬車を探そう。深淵弾を確認。馬車を見つけたのかもしれない。エレン、すぐに助けるから。じゃあ何を迷っているの。人と戦うのは怖い。怖いとかじゃねえよ。この先もきっと一
人と戦うことになる。アルミン、覚悟を決めて。大丈夫だよ。深淵弾は馬車発見の合図かもしれない。急いで確認に行かないと。まま連れ去ろうとしてる。あの場所は僕らを混乱させるための偽物だ。ヘレンとヒストリアを失うわけにはいかない。たとえこの手を汚しても。敵だ。こんなところにもいるのかよ。この状況まずいだろ。相手は俺たちを殺そうとしてるんだ。情けをかける余裕なんてねえ。ありがとうな。助かったぜ。もう戦えない。このガスト刃は君に託すよ。待ち伏せしてたのか。誰か応援来てくれますかね。ありがとうございました。もう死ぬかと思いましたよ。すまない、離脱する。ガスと刃を受け取ってくれ。エレンはどこ。裏道から内門に向かっている馬車がある。そいつが本物かもしれねえ。俺はここまでだ。馬車を追うならこのガスと刃を持って行ってくれ。相手に遠慮してたら味方が殺される。そこに分かってる。分かってるって。だけどよ、エレンを返して。黙れ。お前たちはここで死ぬんだ。ずいぶんと大掛かりじゃねえか。よほどエレンとヒストリアが欲しいらしいな。くそ、俺が必ず連れ戻してやる。私からエレンを引き離すなんて許せない。
冷静になるんだミカサ。大丈夫、僕たちならきっと取り戻せるよ。私たちの使命は巨人と戦うことだと思ってたんですけどね。ああ、人を守るための兵団なのに、なんで人と戦わなくちゃいけないんだ。サシャ、相手が人でもためらってはダメ。生き残るためにはやるしかない。ミカサはもう覚悟ができてるんですね。この辺りの敵は片付けた。エレン、エレンはどこなの？見つけたぞ、馬車はあそこだ。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。アルミン、ジャン！エレンたちを奪われたリヴァイ班は対人制圧部隊の追跡を逃れ、一時潜伏することになった。どうした？いえ、わからないことが。僕が撃とうとした時、相手はすでにジャンに銃口を向けていた。なのに、なんで先に撃ったのは僕？それは相手が一瞬。僕が殺した人は優しい人だったんだ。お前の手は汚れちまったんだ。引き金をすぐに引けたのは、仲間が殺されそうになった。お前が手を汚してくれたおかげで。兵長、俺は、でも間違ってたのは俺でした。ああ、お前がぬるか。申し訳ありません。ただし、何が正しいかなんて言って。お前は本当に、え、